これ何かお分かりでしょうか？これはですね、実はコウサギです。墓参りに行った時に見つけてですね、私が大声を出して追っかけ回すとですね、観念してこういうふうに隠れてしまいました。日本キジと違うのはですね、こういうふうに隠れると、コウサギはもう食べられてもいいという本能的なですね、覚悟のもとで隠れるんですね。だからこういうふうに、帽子を置いて、もうですね、逃げることなく、触ってもですね、もう逃げないんです。これがコウサギの性質です。日本キジは違います。もしですね、この状態で犬に噛まれようとすることであろうものならですね、先祖代々ですね、鍛え上げられた毛爪でですね、口をですね、引き裂いてでも俺は逃げる覚悟があるからということで、天敵、いわゆる空の天敵、それからですね、地上の天敵からですね、逃れるためにですね、そういうの危険に遭わないために、こういうふうに潜るんですが、これがですね、ウサギの子供と日本キジとの全く違ったですね、隠れ方ですね。お分かりいただけますか？